まで経ってもやみませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び錬磨を続け、そしてあなたは大魔の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちからお前はこの絵の家に生まれたのだから絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？